日ごとの糧、2024年10月25日。サトシを捕らえて離してはならない。それを守れ。それはあなたの命だ。箴言4章13節。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことも知っているからです。この書物は、キリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。テモテへの手紙第2、3章14節15節。聖書からの教え、心に感じ取った大切な要素、そしてイエス様への信頼を決して手放さないように、そしてそれをしっかり学び続け、深みに進む必要があるということがよくわかりますよね。そこにこそ救いへの道があるからだと聖書は教えます。まあ、聖書の言葉や物語を心の中であれこれ考え、感じ取っていると、毎回何か新しい発見があるような気がするんですよね。つまり、一度納得したからといって、それが理解のすべてではない、それが聖書の教えのすべてではないんだなというふうに思えるわけですね。なんかこう、いつでも新しい何かを発見できるような気がします。そういう意味では、私たちが生きている限り、本当に深いメッセージが、理解されること、経験されること、それはあり得ると思うし、また、もしかしたら私たちに理解されるように、ある意味で聖書がそれを待っててくれると言いますか、そんなことがあるような気がしますね。まだまだ、深みに至るそのルートというか、いっぱいあるような気がしますね。まだまだ知らないことがいっぱいあるというだけではなくて、経験してないことがいっぱいある。頭では分かってるけれども、体得していないと言いますか、体験していないことがいっぱいあるというふうに思いますね。おそらくもっともっと神様は私たちの生活の中に様々な祝福を、お与えくださっている。ただそれが私たちにとっては、なんかこう気づきにくいというか、気づいてないというか、そんなことが山ほどあるような気がしますね。まあそうだとすれば、一日一日が楽しみですよね。今日も何か神様からの恵みがあるんだろうなと思いながら生きていけたら、それはそれで素晴らしい祝福の、なんていうか、新しい祝福の発見の連続ということになりますからね。もちろん辛いこともあるでしょうし、厳しい状況というのもあると思いますけれども、それに耐える力を与えてくれるのもまた、聖書の言葉による確信なんだと思うんですよね。まあ、学び続けていく、教えられ続けていくという姿勢がとても重要なことなのだと思います。良い一日になりますように。涙あふれる辛い日々には思い出そう。神の御手は近くにある。優しく包む神の愛と恵み、御言葉で主よ、私を助け導いてください。笑顔こぼれる楽しい日にも覚えていたい。神の御手は近くにある。心を生かす神の愛と許しに満ちた
御言葉で、御言葉で、主よ私を砕き整えてください。